この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回ご紹介いたします車両は、こちらの2006年モデルクライスラー 300C、弊社オリジナルカスタムブランド、ギミックにて、カスタムした、車両となっております。こちらの車両ですが、V8 の 5.7 リッターヘミエンジンを搭載したモデルとなっております。走行距離は6万8000キロ、車検の方は来年2016年の7月まで残っております。それでは早速外装の方をご紹介させていただきます。まずこちらですね、こちらの車両ポイントとしましてはまずお色です。こちらゴールドのボディカラーとなっております。国内では非常に珍しいボディカラーですね。なんとこちらの、ボディカラーは、純正色となっております。もちろん、国内の正規ディーラーでは扱っていないお色です。ご存知の方も少ないかもしれませんが、米国モデルではこのような、珍しいお色も数多くございます。そしてこちら、フロントバンパーですが、弊社オリジナルカスタムブランドギミックの、フロントバンパーとなっております。こちらのフロントバンパーの特徴としましては、純正のバンパーより、約4センチほどの、ロングノーズとなっております。かなり重圧感が増した、デザインですね。そしてですね、エアロの方は、弊社にて国内製造をしておりますので、こちらのようなフェンダーとのフィッティング関係も綺麗に仕上がっております。まあ、見た目のかっこよさももちろんなんですが、やはり、カスタム品質クオリティの部分を意識して、行っております。カスタムポイントが多数のこちらの車両なんですが、まずですね、ヘッドライト、ヘッドライトの方も車外のヘッドライトに変更されています。こちらですね、CCFL のリングとこちら下部に LED が、内蔵されております。後ほど、ライトをつけて、ご紹介させていただきます。そしてこちらですね、LED のサイドマーカーです。こちらもオレンジに LED で綺麗に光ります。そしてこちらフォグランプですが、純正フォグを加工して、こちらにもあの LED のリングをインストールさせていただきました。そしてヘッドライト、ロービーム、フォグともに HID の取り付け済みです。続いてこちらですね、グリルの方もギミックオリジナルの、クラシックグリルを装着させていただきました。非常に、重厚感がありかっこいいデザインですね。そしてこちらですが、弊社のこのエアロに専用のナンバースムージングパネルですね、イベント等に活躍するデザインとなっております。フロントバンパーの方ですが、多少走行時についたと思われる飛び石傷が多少ございますが、目立った傷へこみ等はございません。納車前にはですね、ボディの仕上げ磨きをさせていただきますので、まあ、ほとんどの、線傷等は、消えて目立たなくなります。こちらですね、エアロの開口部の部分はメッシュの、ネットを、装備されております。それではちょっとライトをつけてみたいと思います。まずポジションですね、ポジションをつけますと、こちらですね、このようにヘッドライトは、CCFL のリングと下部に LED が、装備されております。このような感じで光ります。そしてフォグランプですが、はい、こちらも LED のリングが、このように光ります。夜間のドライブ等にはこちら目立つこと間違いないですね。
非常にかっこいいと思います。続きましてロービームとフォグランプの HID ですね、つけたいと思います。こちらですね、ヘッドライトロービームですね。そしてフォグランプもこのように綺麗に点灯します。夜間のドライブでも視認性も抜群にいいですので、ご安心してお乗りいただけます。もう HID は純正でも装備されるほど必須の装備となっておりますね。非常にかっこいいと思います。続きましてこちらですね、足回りは当社オリジナルのギミック車庫調キットと、こちら、TSW の22インチのアルミを装着させていただいております。こちらですね、アルミの方も、ガリ傷となく綺麗な状態が保たれております。車高の方も、絶妙な、落ち具合となっております。こちらの TSW は国内ではまだ装着されている方は少ないと思いますので、他社との差別化も図れるんではないでしょうか。クロームとシルバーポリッシュの組み合わせで非常にスポーティーなデザインとなっております。こちらのゴールドのボディとシルバーのホイールですね、ラグジュアリーかつ、スポーティーな、車両に仕上がってるんではないでしょうか。大人な雰囲気も漂っておりますね。車高の方も、絶妙な落ち具合だと思います。そしてこちらですね、こちらも当社オリジナルのギミックのサイドスポイラーとなっております。こちらメッキのドアミラー、メッキのドアノブですね。こちらリア側のホイールです。リアは 10.5J のホイールを装着させております。続きましてリアビューのご紹介をさせていただきます。こちらの車両には弊社オリジナルのリアロングバンパーが装着されています。こちらの部分ですね、約純正より8センチロングのデザインとなっております。非常に迫力あるスタイルが、に仕上がってますね。このスタイルは、弊社オリジナルのスタイルです。このようにリアビューも非常に迫力があります。そしてこちらですね、こちらの車両、LED の、テールランプが、装備されております。そしてこちらですが、こちらの車両には、弊社オリジナルの、ギミック、デュアルマフラーを、装着されています。マフラーチップの方も、ギミックの刻印が、入っています。そしてこちらの真ん中の部分のディフューザーですが、こちらの車両にはリフレクターがインストールされたデザインのものが装着されています。そしてですね、こちらのデュアルマフラーですが、こちらの車両にはスポーツタイプが装着されています。大変迫力のあるタイプですので、
少しサウンドの方を聞いていただければと思います。ちょっとエンジンをかけてみます。少し動画では伝わりづらいと思いますが、このような感じですね。少しアクセルを踏んでみたいと思います。動画では伝わりづらいと思いますが、このような迫力のあるサウンドとなっております。続きまして内装の方をご紹介させていただきます。内装の方はですね、こちら高級感がありますベージュのデザインとなっております。こちらウッドドアハンドルですね。300C V8 モデルですので非常に装備もいいです。こちら、運転席側2シートメモリーが装備されています。そしてですね、スピーカー関係、アメリカのオーディオメーカー、ボストンアコースティックの、プレミアムオーディオが、装備されております。そしてシートの方ですが、こちらもベージュのレザーですね。気になるシートの、状態の方ですが、年式距離相応に多少のシワやすれはございますが、このような感じですね。ボトムの部分多少のシワがございます。こちらクライスラーのエンブレムですね。背もたれ部分はこちらですね。こちらにも多少のシワがございます。ですが大きな傷、すれ、破れ等はございません。比較的綺麗なコンディションを保たれているのではないでしょうか。運転席側はパワーシートですね。お好みの、シートポジションに楽々調整が可能です。そしてこちら 300C にはパワーアジャストペダルが装備されています。このようにペダルの位置をちょっと見づらいですかね、前後に調整が可能です。こちらシートポジションと、ペダルですね、ペダルのポジション、あとミラーの角度もこちらのシートメモリーで連動しています。続いてこちら、メーター周り、ハンドル、周りをご紹介いたします。こちらまず、ライト関係のスイッチがこちらに装備されています。ヘッドライトとこちらフォグランプですね。あとこちらは、メーター周り等のイルミネーションの明るさの調整が可能となっております。で続いてこちらですが、こちらトランクのオープンボタンですね。そしてハンドル周りですが、こちらのつまみで、こちらにもパワーチルトステアリングになってますので、こちらも自動で前後と上下の調整が可能となっております。こちらもシートメモリーに連動しています。そしてこちらですね、こちらですがクルーズコントロールも標準で装備されております。メーター周りですが、こちら白を基調とした非常に視認性の高いデザインとなっております。かっこいいですね。それではエンジンの方をかけてみたいと思います。
こちらの車両は2006年の前期モデルとなっておりますので、キーはこのようなキータイプとなっております。そしてこちらですが、カロッツェリアの、ハードディスクナビゲーションも、装着済みです。後からつけますと、かなり高額な、カスタムとなっておりますので、ついてると嬉しい装備の一つではないでしょうか。フルセグ対応ですね。映りも綺麗です。また、バックカメラの方も装備されております。こちらの方も映りは非常に、鮮明で綺麗ですね。そしてこちらですが、こちらでエアコン関係の操作可能です。デュアルエアオートエアコンとなっておりますので、こちらでオート、もしくは運転席助手側でこう温度が、調整可能です。非常にシンプルで使いやすいデザインではないでしょうか。そしてこちらですね、 300C では、シートヒーター、フロントデュアルシートヒーターが標準で装備されています。レザーシートは冬場非常に冷たくなりますので、あると非常に便利な装備の一つではないでしょうか。そしてこちらシフト周りですね。シフトノブにもレザーと木目のが採用されてます。非常に高級感があるシフトノブですね。こちらドリンクホルダーとセンターコンソール、開けていただくとシガーソケットもございます。そしてこちら、助手席側のシートですね。運転席同様に多少の、ボトムにシワ等はございますが、やはりこちらも、大きな傷、切れ等なく全体的に、綺麗なコンディションが保たれております。そしてこちらダッシュボードですね。浮きや変形等も、ないかと思います。そしてこちらですね、グローブボックスの中には、こちらのカロッツェリアのナビゲーションから出ている USB のケーブルがこちらに来てますので、iPod などの音楽プレイヤーも接続が可能となっております。そしてこちらには ETC も装備されております。もう ETC は必須の装備だと思いますので、ついていると非常にありがたいのではないでしょうか。そしてこちらの車両には、純正の、サンルーフも装備されております。スイッチはこちらですね、オートとなっておりますので、一度強く押していただければこのように自動で、開閉が可能です。このように非常に開放感のある、室内空間が演出されております。ドライブも、楽しくなる装備の一つではないでしょうか。続いてセカンドシートの方を、ご紹介させていただきます。セカンドシートもドアのパネルですね、大きな傷や汚れはございません。非常に綺麗な状態となっております。そしてこちらですね、シートとなっておりますが、こちらもセカンドシートも使用頻度はフロントと比べると少ないと思いますので、やはり大きな傷汚れ等なく綺麗な状態が保たれております。こちらセンターのドリンクホルダーですね。やはり足元も非常に広い作りですので、
お連れの方も非常にロングドライブ等も疲れることなくお楽しみいただけるんではないでしょうか。天井ですね、ルーフの方も大きな汚れ等はございません。もちろんご納車時には室内もクリーニングさせていただきますので、ちょっとした汚れ等はもうきれいに落ちてしまいます。そして最後にトランクルームの方をご紹介させていただきます。こちらトランクルームですが、こちらには、キッカーの、アンプですね、並びに、ちょっとこちらでは分かりづらいですが、同じくキッカーの、サブウーファーが、装備されております。こちらトランクルームも広々しておりますので、大きな荷物等は問題なく、積み込むことが可能です。こちらのネットの方も、取り外しが可能となっております。音楽等を、綺麗な音質で楽しみたい方には、嬉しい装備の一つではないでしょうか。そしてこちらですね、セカンドシートの方から、こちらセカンドシートも、倒れる、構造となっておりますので、ですね、はい、すいません、このような感じでサブフーハーがインストールされています。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介いたしましたこちらの2006年モデルクライスラー 300C、 こちらの車両はノーマルの状態でアメリカより自社輸入し、ここまでカスタムを施しました。その後、弊社のお客様に一度お乗りいただき、今回、買取にて、入庫した車両です。入庫間もない車両ですので、ご検討中のお客様はお早めのお問い合わせをよろしくお願いいたします。この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございました。お客様からのお問い合わせ心よりお待ちいたしております。